こんにちは、ハノンのさとみです。今日は型紙を切ってそれを生地に移してっていう動画を紹介したいと思います。では初めに型紙をコピーしたものを用意してください。で、今回は基本のブラウスを型紙を作っていきたいと思います。はじめに外側のラインに沿って型紙を切っていきます。切り終わりました。生地を用意していただいて、今から型紙を生地に移すんですけれども、私はこの時に使うのがこの水で消せるチャコパー細極細というのを使っています。これは水に濡れると消えるペンになります。生地の上に型紙を置いてなぞっていきます。こんな感じです。今度は型紙の出来上がり線のところを切っていきます。次はこれを先ほどの写した生地の内側に配置して謎っていきます。はい、できました。同じように後ろの型紙も取っていきます。次は生地を切っていきます。外側の切り取り線のところです。こんな感じです。今からピケを縫っていくんですけれども、いらない生地を用意していただいて、その上に先ほど切った生地を置きます。生地の端にピケをつけていくんですけども、あまりたくさんが出ないようにスーッと入れていきます。
こんな感じです。このチャコパーは、茶色なんですけども、もし生地が暗い色とか濃い色、茶色が映えない色を使うときは、私はこの白いクロバーのペンを使っています。これは気をつけないといけないのは、アイロンの熱で線が消えてしまうので、少しこう縫い物に慣れた方にはおすすめです。これでピケが乾いたら縫い物を始めれる下準備の完了です。今回もご視聴いただきありがとうございました。